ニキア先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日はブログ読者の20代女性の方からのご質問です。はい、私は目と鼻の整形を考えており、先日ミキア先生のカウンセリングを受けました。私がミキア先生に自分の希望を伝えたら、全切開二重、目頭切開、鼻プロテーゼ、耳介軟骨移植、小鼻縮小などの手術を進めてくださり、コンピューターシミュレーションなどもしてくださりました。それぞれの手術の経過の説明やリスクの説明をしてくださり、私の質問にも正確に答えてくださって納得することはできました。ただ私はもともと優柔不断な性格であるため、なかなか手術をする決心がつかず悩んでいました。でもミキア先生は手術の説明やリスクの説明はしてくださりますが、私の背中を押してくださらず、今より綺麗になりますとか、今よりバランスの良い形になりますとしか言ってくださりませんでした。ミキア先生がお金儲けに走らず無理な手術は進めない人だということはよくわかりましたが、私のような優柔不断な人間には背中を押してあげることも必要だと思います。少し残念でしたとのことです。はい、わかりました。はい、あ、そうですか。はい、時々そういうこと言われちゃうことはあるんですけれど、はい、まあ、基本僕のスタンスとしては、患者さんの希望する手術や、はい、可愛くなりたいにはどうしたらいいですかって言われて、じゃ手術いろいろ進めて、はい、で、この手術は、こういう仕上がりになってバランス良くなりますよとか、はい、こういうリスクもありますよとかで、こういうデザインでやっちゃうと、あんまり良くならないので良くないですよって話したり、はい、できることできないことを話して、リスクも話して、はい、で最終的にやるかやらないかは患者さんに決断してもらうというスタンスでやってますね。はいはい、本来そうあるべきだと思ってそうやってますね。はい、なのでほとんどの患者さんは、はい、僕の説明納得してくれて、じゃあやります、はい、あるいは一部の患者さんはじゃあやめますと、自分の希望通りにならないんだったらやめますって、はい、何もしないで帰られる方も時々いらっしゃいますね。で、その患者さんも説明できることを全部説明して、患者さんが疑問に思ってる質問も全部お答えしたと思うんですね。はい、でもなかなかやる決心がつかないですね。はい、本当はやりたいんだろうけれど、優柔不断な性格だって言ってるから、はい、優柔不断だから決心がつかないわけですね。はい、だから多分僕にやりましょうって、ぜひやりましょう、お任せください、さあやりましょうって、絶対綺麗になるからってガンガン押してほしかったんだと思いますね。はい、あんまり僕そういうことしないんですよね。やっぱり美容整形ってさ、はい、その美容室で髪切ったりとか、はい、服やブランド物を買ったりとか、はい、そういう商売とは一線を画するものであって、やっぱりどんな手術でもね、リスクもあるし、はい、あるいはやってみたけれど、希望した通りにやってもらったけど、やっぱり後で似合わないってことが分かったって言って後で後悔する人だって中にはいるわけであって、はい、ハイリスクハイリターンな医学だから、やっぱりどんどん積極的に背中を押し進めるってことはね、僕はやらないですね。それは医者によりますけどね。はい、例えばよその美容外科クリニックとかに行けば、はい、もうお金儲け目的でどんどん進めるところはたくさんありますので、はい、医者もガンガン進めるし、はい、美容クラークって言われてる、クラークさんっていう、もう勧める専門のカウンセラーがいるから、はい、そういう人がガンガン勧めてくれたりとか、はい、そういうところはありますね。やればやっただけ売り上げが上がるから、はい、どんどん勧めるわけであって、それは患者さんの幸せのために勧めてる場合じゃないことも多いだろうね。なるほど。だから基本僕はこういうスタンスでやってるので、はい、あとで優柔不断な人なんかはもっと先生にいっぱい進めてほしかったとか、はい、決断がつかないから背中を押してほしかったって言われることはね、はい、時々ありますね。はい、
で特にその何件かカウンセリング回ってる人なんかで、はい、僕の前にのクリニックの先生は、はい、どんどん進めてくれて絶対良くなるからぜひやりましょうって進めてくれたんだけど、はい、僕はできることできないこと説明していろいろおすすめして、はい、あとでやるかやらないかはどうぞ決断してくださいだからなんか物足りなく感じたっていう人はいるんですわ、はい、よそのね回ってから来る人は、はい、で逆によその美容外科行ってガンガン勧められて、はい、で言われた通りに手術して、はい、で結果に不満だったっていう人もいるんですよ、はい、やっぱり必要のない手術をガンガン進めたりとか、はい、すごく腫れるのに腫れないよって言って手術を進めたりとか、はい、良くなるよって言われてやったのに良くなってないとか、はい、で進められて痛い目にあって、はい、それから僕のカウンセリングに来た人は、あ、先生はすごく丁寧に説明してくれるしリスクも説明してくれるし無理には進めないからすごく安心ですって逆に僕の対応を評価してくれる人もいるんで、はい、本当にこれケースバイケースですね、うん、はい、僕みたいなやり方がすごくいいっていう人もいれば、はい、もっとどんどん進めてほしかったっていう人もいますけどね、はい、まあ本来は美容整形の手術って絶対にやらないといけないっていうわけじゃないから、はい、やっぱり最終的に決断するのは患者さんがやるべきだと思うけどね。うん、ね、だって他のそのがんの手術とかさ、はい、例えば心臓のバイパスの手術なんかは、はい、ね、バイパスをしないとね、はい、もう1年以内に死んでしまうかもわからないから手術した方がいいですって、それは患者さんの命関わってるから進めますよね、はい、でもまあ絶対やらなきゃいけないって強引に手術を進めることはないけど、まあ、はい、基本的に進めますし、はい、まあ、がんの治療なんかも例えば、ね、喉頭がんとかで初期のがんだったら、はい、放射線治療すれば完治できるから治療した方がいいですって積極的に進めるわけだけど、はい、それは命に関わるから積極的に進めるわけであって、はい、美容整形の手術はやらないと死んじゃうとかそういう手術は何もないから、はい、うん、まあ他のお医者さんのカウンセリングとは一線を画するものだと思いますけどね、うん、そうですよね、うん、まあ多分服を買う感覚で来てる人なんかは物足りなく感じると思いますわ、はい、ショップで服買う時って店員さんいろいろどんどん勧めてくれるじゃないですか、はい、お似合いですよって可愛いですよって、うん、そうですね、絶対いいと思いますよって、はい、それと同じ感覚で美容整形で僕のカウンセリング来ると、はい、あれってあんまりガンガン進めないなって思われることはありますけれど、はい、まあ、服は買ってやっぱり似合わなかったら誰かにあげるとかすればいいし、はいはい、まあ、お金はもったいないけれど、はい、まあ後遺症が残ったりとか取り返しのつかないことになるってことはないけれど、はい、美容整形の手術なんかは手術によってはうまくいかなかったり希望通りにいかなかったりすると取り返しのつかないことってあるわけだから、ね、切開の二重一つにしても、はい、一生ものの二重を作るわけであって、はい、元に戻すことはできないわけだから、はい、後悔しないデザインでやらないといけないもんね、はい、うん、やっぱりね優柔不断の人間って、はい、自分で決断することができない場合はもう最初からやらない方がいいかもわかんないよね、はい、だって子供じゃないし、はい、もう20歳以上の大人だったら世の中のこと何でも自分で決断して実行するのに、はい、まあ、一通り手術の説明を受けてリスクの説明も受けてやりたいんだけど決断がつかないっていう優柔不断な人ってやっぱりそれで無理やり医者に勧められて手術しても、はい、後で何らかの後悔が残る可能性があるんだよね、はい、やっぱり自分でよく考えて、はい、じゃあやるって決めてやるのが正しいよね、うん、うん、そうですよね。だって埋没法の手術一つにしても、はい、しっかり話し合ってじゃあこれでやりましょうってやって、はい、希望の通りの二重作ったのに、うん、1週間後ぐらいにやっぱり糸取って戻してくださいっていう人っていらっしゃるんだよね、はい、
そういう人ってすごくうまくいってるよって言って、まだちょっと腫れてるけど希望通りになるから問題ないよ、糸取らなくてもいいよって言っても、はい、嫌なんです、もう取ってくださいって言うんだよね、うん、はい、でよくよく聞いてみると、はい、手術してすごくうまくいって先生には感謝してるけど、はい、手術をしたっていうこの罪悪感を感じて、それがどうしても嫌だ、自分が許せないから糸を取ってくれとか、はい、あるいは家族に前の方が良かった、はい、やる必要なかったのにとか、はい、まあ、言う人って言うじゃないですか、絶対、はい、どんだけ綺麗になっても前の方が良かったのにとか、やる必要なかったのにって言う人っているじゃないですか、はい、ほとんどの人みんないいじゃんって言ってくれるのに、はい、そのたった一人か二人の一言が気になっちゃって取ってくれっていう人っているんだよね、はい、だって前細一つでも後でね気が変わって戻したいっていう人がいるんだから、はい、切開の二重とかさ包茎手術とかってもっと大掛かりな手術だから、やっぱりしっかり自分で納得して決断して受けるべきだと思いますので、はい、なのでまあ僕はこういうスタンスでやってますんで、はい、まあ無理に進めることはせず、はい、もう説明はしっかりしますし、どんな質問でも答えますので、はい、まあ優柔不断で自分で決断できない人は、はい、場合によっては最初からやらない方がいいってこともあります、うん、そうですね、ということです。はい、はい、じゃあまあできれば後悔しないために頑張って自分で決めてほしいですね。そうですね、はい、はいはい、ご理解くださいということです。はい、じゃあ三木谷先生本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。Thank you.